連れて行ってくれるのよ。ワクワクするような冒険、素敵なロマンス、ひょっとすると勇敢な戦いも見られるかもしれないわね。さあ、それじゃあなたも大好きなお話を始めましょう。好奇心は災いのもと。その力でラプンツェルは本当の自分が誰なのか気がついたのよ。
お城の舞踏会に連れて行ってくれなかった時、突然現れた妖精に助けられたの。ほんのちょっと魔法を使ってね。魔法？そう、魔法よ。信じられない。もう何も信じられるものは何もないわ。何もだって？そんなの本気じゃないはずよ。夢を信じない人のところへ私は来ないわ。でも来たでしょ。いやだ、私ったら魔法の杖はどうしたのかしら。魔法の杖？じゃああなたは？そうよ、あなたを守る妖精。魔法の言葉は、あ、そう、ビビディバビディ。大切なのは信じること。それから妖精の粉。
次は何？昔々あるところに白雪姫という美しいお姫様がいました。恐ろしい女王の手から逃れた彼女は森の奥にある小さな家でひとときの安らぎを見つけたのです。お話をしましょうか。美女と野獣だね。昔々遠い国の輝くお城に若い王子様が住んでいました。ある夜、お城に年取った物乞いの女が来て、一夜の宿を恵んでほしいと言い、一本のバラを差し出しました。でも王子様はそのみすぼらしい姿をバカにして老女を追い返そうとしたのです。老女は見かけに騙されて人の心の美しさを見逃してはいけないと言いましたが、王子様は聞き入れませんでした。魔女は罰として王子様を恐ろしい野獣の姿に変え、お城に強力な魔法をかけました。年月が流れ、王子様はすっかり希望を失いました。一体誰がこんな野獣を愛してくれるのでしょう。
獣は子供たちをさらっていくぞ。夜になるとやってくる。まさか夏の首を切り落とすまでは安心できない。皆で野獣を殺すんだ。